皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の太田でございます。今回の動画は、先日僕がアップした「レリガーレリガー」の解説動画となります。結構いろんな方からそのタブ譜が欲しいとか、解説動画が欲しいとか、そんなリクエストをいただきますので、ちょっくらやってみようかなと思った次第でございます。タブ譜はないんですけれども、ゆっくり弾いてみますので、基本、メコピでやってみてくださいませ。いつもの恒例のピクチャインピクチャーで、その画面のズバババババンみたいな感じで手元もお見せしながらやっていきますので、基本メコピでやってみてください。一応、その随所随所でこれに気をつけてくださいみたいなことを言いますけれども、基本メコピでお願いします。なので、メモとか取りながら見たほうがいいかもしれないですね。じゃあ、早速やってみましょう。とりあえず動画を見ていただいてわかるかと思うんですけれども、すげえ難しいんで、その 1日2日とかそういうスパンじゃなくて、2ヶ月3ヶ月とか、もしかしたら1年2年とか、そんな長期的なスパンになってしまうと思うんですけども、そのぐらいの気持ちで取り組んでいただけると嬉しいです。ではでは、イントロからゆっくり弾いてみますと、こんな感じ。で、もう一回同じのを繰り返して。最後のコードだけ、A7Ad9 かなに変わります。このメロディーが、こんな感じでメロディーがあるじゃないですか。これを際立たせられるように弾くのが最大のコツというか、大事な肝でございます。イメージとしては、そのメロディーを基本的に弾くといいますか、ピッキングはメロディーの弦を基本的に狙っていくんですけれども、適当にストロークしてたら他の弦も当たっちゃった、あははは、そしたら伴奏が、バッキングができちゃったねみたいな、なんかそんな感じのノリです。基本的にメロディーをピッキングしていって、その伴奏のほうはおまけで、なんとなくついででストロークしていくような感じです。A メロに入っていくと、とりあえずゆっくり弾いてみますね。Em からスタートして、Cの音からメロディーがスタートします。こうかな。で、ちょっと適当にアルペジオをして。このところはずっとメロディーが裏で入っていくんですけれども、いい感じにそのアップピッキングでそのメロディーの弦を弾いていくような感じです。ここで違う弦を弾いちゃうと、ちょっとおやおやとなってしまうので。で、適当にアルペジオをして、その次、ちょっとストレッチのフォームをやってしまうんですけれども、タタタラタと言ったら、小指でレ、レの音。で、アルペジオをすると。こんな感じです。Bメロいってみます。ゆっくりいきます。
ってみましょう。まず D コードから。ずっとこのメロディーがコードトーンの中に入っているので、特に運指する必要ないですね。ピッキングでうまくそのメロディーを弾き分けていきましょう。何もしないのちょっと面白くないなと思ったので、ちょっと自分はこのソファミなんていうメロディーをちょっと入れてます。で、レミファソサビに突入です。ここからそのサビなんですけれども、1回目のサビはちょっとおとなしめに行きたかったので、ハイフレットを使って高い音で。みたいなアルペジオをします。メロディー、アルペジオ、メロディー。で、またメロディー。こんな感じです。その次、10フレット制覇で G アド9で G コード。人差し指が7フレット制覇の G コードですね。で、D アド9。これを、こんな感じで、メロディーと一緒にバッキングも弾いていきます。で、小指を使ってソノの音を弾いたら、E マイナー。Em7。こんな感じ。そしたら Em の展開というものを使って、Em のコードを展開させて、こんな音し。で、C アド9。で、その次は Bm かな。が終わりという感じです。で、バッキングが、G からバス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 で D オン F シャープという感じで、ミュートをしながら弾いていきます。で、2番のメロ。ちょっとゆっくり弾いてみると。こんな感じです。1番のメロとそんな変わらないんですけれども、途中でメロディーが変わりますね。最後のところ。で、また B メロが入ります。ここはほぼ変わらないです。ちょっとメロディーが変わるかな。その次、8フレットまで行って、7フレットを久しぶりにちょっと軽く制覇して、こんな感じで C メジャー6かな、を弾きます。で、1弦解放から、で、G コード。2弦のレノートを弾いて、こんな感じのフォームに行きます。
がさりげなく難しくて、そのフレットを押さえる場所をちょっと言うと、6弦からその 2×4235 って感じなんですよ。2×です。×4235。この薬指の先っちょのところをうまく使って、この5弦の音をミュートするわけですね。5弦の音がこうそのままにフレットで出てしまうと、ちょっと Bm っぽい響きになってしまうので、薬指でうまい具合に。ちょっとこうミュートをして、低音 F シャープを守ります。こんな感じです。ちょっと難しいです。で、ソファミーといって、C アド台に行くと。で、スライドします。小指を使って、さっきと同じ D 音 F シャープ。で、和音で、こんなのを弾いていきます。こんな感じです。指をうまく使って、5弦と4弦を見落としておかないと、また変な音が出てしまうので、出る音としては、0××707 という感じです。で、こんな感じで、メロディーの和音を弾いて、で、C のコード、3×403に行きます。で、また10フレット制覇で、10フレット制覇、7フレット制覇で、デアドライン。Em7 から展開して、Cアドライン。そんな変わらずって感じですね。ちょっとゆっくり弾いてみます。次は C コードをバシッバシッバシッと弾いて、ちょっとフリング入れたりとかして遊んでますけども。で、メロディーに入るときにパワーコードで C コードに突入します。で、ここのところは幸いメロディーがずっとこう裏で入っていくので、すごく弾きやすいです。C から。こんな感じです。その最初のドレド、ドシドレ。次の C のときは、3フレット制覇のフォームにしないと、ちょっとここからだと届かないので、3フレット制覇にします。で、パワーコードで D コードに持っていくと。で、D コードのときもやり方はほぼ変わらなくて。途中からその5フレット制覇の D コードに持っていく感じです。
って、その次 E コードなんで、6、4、ボーンと鳴らして。この和音を弾きながら。で、その次は D コード。で、このまま。5フレット制覇の Am7 に持ってきます。で、また C メジャー9で、サビに行くという感じです。ちょっとゆっくりやってみます。メロディーが「これで」と上の方から行くので「これで」と弾いたら、G コード弾きます。でも5弦の音は鳴らせないので、まあ、人差し指の中でうまい具合にこの目を通して、まあ、こんな状態を作りましょう。で、あとは一緒です。変わるので、親指で C のルートに行って、というメロディーを作っていきます。C メジャー7ですね。これをスライドして、メロディーを作っていきます。C マイナー6に持っていくと、8×7、8×8×8 という感じです。で、タタタとメロディーを弾いて、B マイナー7。で、最後に6フレット制覇で、こんなフォームに持ってきます。ちょっとこの時の指使いがまた難しくて、その押さえるフレットとしては6、8、8、6、8、8、7、6、10といくんですよ。薬指でここの5弦と4弦の2本をちょっと押さえたいんですよね。ちょっと難しければ、まあ、セブンスにしてもいいかなって感じですけど、でもできれば8フレットでいきたいです。ストロークをガガガガッとやって盛り上げて、C コードで。で、人差し指で適当に下からぐーっとスライドして、グリスサンドして、8フレットで、ハーモニスを弾いて終わりという感じです。どうでしょう。人差し指で8フレット弾いて、お腹で5弦の音をミュートして、小指で4弦の。ハーモニクスをしていくと、こんな感じです。ちょっと最後のところをゆっくりやってみます。どっかにしようかな。Thank you.
完成という感じです。さっき言ったかもしれないですけれども、まあ、そのメロディーを基本的に弾いていって、ストロークをしているついででコードを弾いていくという感じがすごく良いかと思います。なんかそのメロディーがなんかこう埋もれてしまいがちなので、必ずそのメロディーがこう際立つように弾いていくと良いかなという感じでしょうか。で、まあ、ソロギターの基本的なことですけれども、メロディーよりも高い音は出さないというのがすごく鉄則なので、気をつけてください。普通にこの。この辺とかは、ね、そのずっとメロディーを1弦とか2弦とかで弾いているので、まあ、割とやりやすいというか、そのメロディーよりも高い音は出ないからその扱いやすいんですけれども、途中の、ここのところとか、3弦とかも使ってメロディー弾いていくじゃないですか。それを全部無視して、こう極端に悪くやると。全然メロディー出てこないですよね。普通にこのストロークしてるだけみたいな。こんな感じでそのピックを使って弾いていくのはすごく難しいんですけど、メロディーを出すように、メロディーを出すようにと、自分が弾いている音はメロディー出ているだろうかと、まあ、そんなことを考えながら弾いていくと、まあ、うまくまとまるんじゃないのかなと思います。とりあえずどうでしょうか。一応今ので一通りという感じなんですけれども、まあ、ぶっちゃけすげえ難しいと思います。で、手元を見ていても、その何やっているかわからないとか、そのどこを押さえているかわからないという方は結構いらっしゃるかと思うんですけれども、本当もうトライアンドエラーといいますか、その雰囲気で自分もこの辺を押さえてみて同じ音がするかどうかみたいな感じもひたすらこう繰り返して、分かったら、答えが見つかったらその紙に書いてっていうふうな手法が良いかと思います。あんまりにも分からないようでしたら、まだちょっと早いかもしれませんので、ちょっといろんなソロギターを弾いたりとか、いろんな曲を練習したりとかしてからチャレンジしてみた方が良いかと思います。とりあえず何度も言いますけども、ひたすらむずいです。じゃあ、とりあえずそんな感じで終わりにしましょうか。結構ゆっくり弾いているところがたくさんあると思うので、頑張って巻き戻しをして、何回も繰り返してみて、目コピ、耳コピをしてみてくださいませ。それではまた次回、さようなら。